第一次産業革命が起こったのは18世紀。ヨーロッパや北米において製鉄産業の成長や蒸気機関による工場の機械化が進み、産業の発展と社会構造の大きな変化が始まった。そして19世紀になると第二次産業革命が始まり、水力や火力によって生み出される電力を活用した電気モーターや石油を精製して生み出されたガソリンエンジンが新しい動力として生まれた。この大きな変革期にあたる1874年1月、日立の創業者小平波平は栃木県で生まれた。東京帝国大学を卒業した後、小平が最初に赴いたのは秋田県小坂鉱山だった。小平はそこで電気主任技師となり、鉱山へ電気を供給するための発電所建設に携わった。電力を最大限に活用した小坂鉱山は後に日本三大銅山の地となった。その後小平は東京電灯の送電主任となり、山梨県の駒橋発電所から東京までの80キロメートル、日本最大の送電設備の設計施工を担うことになった。小平は仕事に邁進しつつも、自分が本当にやりたいことは何かと悩むこともあった。ある時小平は駒橋発電所へ向かう汽車の中で、偶然大学の同級生で親友の渋沢元次と再会した。後に近代日本経済の父と呼ばれる渋沢栄一の甥である。小平は相談したいことがあると渋沢に持ちかけ、駒橋近くにある旅館で夜を徹して語り明かした。先日茨城県にある日立鉱山の経営主でとても世話になった久原房之助氏から鉱山の電力方面を担当してくれと誘われた。彼には若い頃から恩があるので、この鉱山に行きたいと思う。渋沢は電気技術を志す者が最も羨むであろう今の地位を捨てて日立鉱山へ赴きたいという小平に考えを改めるよう説得した。しかし小平は、今の仕事は外国から単に電気機械を輸入するだけだ、機械の設置も外国人技術者が行っている、大切なのはこれらの機械を日本で作れるようにすることだと、仕事への不満や日本の将来への不安、自分の理想を打ち明け、二人の議論は平行線をたどる。しかし小平は心に秘めていた思いを声に出すことで電気事業を志した初心を思い出した。自分は発電送電設備を作りたいのではない、それらを含めた総合電気機械工作事業、それこそが日本を発展させ、人々の生活を便利に、暮らしを豊かにするのだと。渋沢との会談後、小平は東京電灯を辞職。周囲の驚きをものともせず、日立製作所創業の地となる日立鉱山へと足を踏み出したのだ。